エリーザベト・アウグステ・ゾフィー・ホンデア・プファルツは、ドイツのプファルツのイブルク家の公女。プファルツ先帝公カール三世フィリップと、その最初のヒルドビカ・カロリナ・ラジビウの間の三女で、同族のプファルツズ・リッツバフ派公成士、ヨーゼフ・カールに嫁いだ。エリーザベトは先帝公カール三世フィリップにとって、唯一成人した子供であった。1717 17年、父は、 同族間の結びつきを強めようと、自分の選定校くらいの後継者とされていた、プファルツズリツバッフ派構成士、ヨーゼフ・カールとエリーザベトを結婚させた。これにより、ビッテルスバッフ派家のプファルツノイブルク系と、プファルツズルツバッフ派系は一本化された。夫妻の間に生まれた息子が、プファルツ選定校家の相続人となるはずだったが、夫妻の間に生まれた息子たちはいずれも幼児期に死んだ。 エリーザベトも1728年に、流ンの後死去した。エリーザベトの娘、エリーザベト・アウグステと結婚した、プファルツ・ズルツバッハ家のカール・テオドールが、プファルツ選定校家を継ぎ、後に、バイエルン選定校家も相続したが、夫妻に、子供がなく断絶した。エリーザベトのもう一人の娘で、プファルツ・ビルケンフェルト家のフリードリヒ・ヒミヒャイルと結婚した、マリア・フランチスカの息子。 マクシミリアン・ヨーゼフが、その後継者となり、後場へルュン国王となった。ありがとうございます。